はい、1時16分帝釈天です。あ、和夫ちゃんが映ってますね。この辺でいつも桜が自転車で走ってきたり、あれは玄ちゃんのつく鐘のオーラある場所だね。大釈寺はいつも人がいっぱい。この松の枝っぷりがすごい。これがすごいんだ。あそこに寅さんおみくじがあります。